右側が搭載されているものなんですけれども、このように見ていただけると分かる通り、同じ距離に向かってこうかなり近いところですね、こう合わせているんですけれども、左側の端末はしばらくぼやっとしてて、まあ、動画が終わる頃にやっとですね、フォーカスが合わさっているんですけども、弊社の端末であれば、この緑がなくなった瞬間にフォーカスが合わさっているといった形で、非常にフォーカス速度が速いというのがかなり特徴となっております。そしてですね、このフォーカスが搭載されていることによってどういうことがいいかというのを、ちょっとこちらまた実例を持って説明したいと思います。はい、こちらですね、ローライトモードというものが搭載されております。こちらは弊社製品だけなんですけども、これはどういうことかと言いますと、暗闇の中でも非常に明るく撮れるといった機能になっております。まあ、通常の約 400% アップの明るさで撮ることができて、さらにこのレーザーオートフォーカスがあるので、暗闇の中でも素早くフォーカスが合わさって、綺麗にくっきりな写真が撮れるといったことが弊社製品では可能になっております。よくちょっとシチュエーション別で言うと、まあ、例えば子供がその暗い中で寝てると思うんですけども、そういった時に親御さんが写真を撮りたいって時とかには、こういったのは非常に最適なのかなというふうに思います。で、このローライトモードはですね、明るく撮っているからといって、ですね、フラッシュを変えて撮影しているわけではないので、まあ、子供とかの大切な、ね、写真ですね、撮りたい時とかも、まあ、貴重な時を、まあ、フラッシュ書かずに、まあ、子供さんに気づかれずに写真が撮れるといったことも、こういった機能を使うことによって行うことができます。そしてもう一つですね、こちら全モーションという機能があります。まあ、ちょっとこちら端末が横になって C か、実際は縦で C を書かないとちょっとダメです。はい、こちらちょっと参考程度なんですけども、はい、で例えば素早く、本来スマートフォンとかってカメラを起動するときとかは、まあ、よくあるのと電源ボタンを押してカメラアプリ起動してさあシャッターみたいな感じだと思うんですけども、この全本2レーザーであれば、まあ、スリープ状態のときに画面に C を書いてするとすぐに端末が立ち上がってカメラが起動します。そしてさらにレーザーオートフォーカスがあるので、まあ、素早くそうですね、フォーカスを合わせることができるので、まあ、何かこれはちょっとすぐに撮りたいぞといった時もこういった機能を組み合わせることによって素早くカメラを撮ることができるというのも ASUS の全本2レーザーの大きな特徴です。